戸屋田無店練馬店、8月1日同時オープンということで、今日は店長の馬場直人さんをお訪ねいたしました。馬場直人さん、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。買取料ということで、オープンキャンペーン金プラチナ買取額 23% アップということっていうのは、はい、皆様には新規オープンなので、多くのお客様に来ていただきたいと思いまして、短く出させていただきます。ということは、例えば大きな商品を100万円であれしても、さらに 23% かけて引き取るということ。100万円の方は123万円になりますね。私もなんかいい宝物があると嬉しいんですけど、なかなかないんですよね。それで、もうこのお仕事をなさってどのぐらいになります？トータルで3年になっております。最初田無店でやってらっしゃって、そして新たにこのお店をオープンということで、はい、このお店どういうふうにしてやっていきたいですか？ご自分のいらなくなったものを持ってくる方が多いんですか？はい、もちろんです。あと、お金に困った方ももちろんいらっしゃいますし、不用品でも、本当にいらないものでも、購入しない、お値段になることもありますし、珍しいものだと、もちろんプレミアがついて、すごいお値段になるものもございますので。そういうプレミアがつく珍しいものっていうと、はい、どんなものがございますか？切手ですと、中国の切手とか、やはり中国の方はお金持ちになりまして、昔の日本のように切手集めてる方も多いですので、中国の切手は特に値段が高くなると思います。あ、そうなんですか。はい、そういうそのいろんな商品の目利きっていうのは、やはり経験から？そうですね、もともとブランド品なども私は大好きだったので、そういうものもありますし、後から勉強してものも多いと思いますが、はい、あとお客様からいろいろ逆に教えてもらうことも多いです。この切って珍しいでしょうって、発行枚数がすごい少ないんですよとか、昔はもう並んで。でも馬場さんにお会いしてすごく笑顔が素敵なので、はい、ニコニコしてらっしゃるし、はい、柔らかい感じなので、こういうところにちょっと入りにくいなーなんて思う方も、はい、まずはそうですね、見ていただきたいってことで、はい、それで持ってらっしゃればいいわけですよね。はい、うん、お話だけでも結構なので、うん、お気軽に中に入ってきていただければと思います。うん、あ、そうですか。はい、場所的にはちょっと分かりやすいんで、はい、うん、声優のちょうどこちら方ですし ね、はい、分かりやすいところなんですけど、その辺でちょっと地理的な説明っていうのをしていただけますか？練馬店の、ね、練馬店は練馬駅、うん、西口から、うん、そうですね、出てまっすぐ、高架橋の南方をまっすぐ来ていただければ、もう頑張って30秒では着くと思います。はい、私たちもね、すごく今日分かりやすかったので、よかったなと思ってます。はい、でここに出てるように、はい、まあ、切手は中国切手がいいし、それから、まあ、もちろんダイヤモンドとかブランド品もともかく、はい、その他にもこれもしかしたらっていうようなものだったら、必ずここに持参して、またご連絡があればお自宅に伺うこともありますか？もちろんです。重いものなど、あとなかなか足が不自由でしたり、なかなか時間が作れない方など、私が車でお伺いいたします。はい、そうですね。で今お宝眠ってるうちいっぱいありますからね。そうですね。それからだんだん年を重ねると、ああこれどうしよう、思い出のはいっぱいあるけれどもっていう時には、必ずここに、はい、持ち込んで見ていただくといいですね。はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。